こんにちは。アパレルブランドヘルベスカをやっておりますヨッシーです。今日は、おすすめのガジェットの紹介をしたいと思います。今日紹介しますのはこちらです。クリッパっていうものなんですけど、試しに買ったものなんですけど、これまあ輪っかなんですよ。これ色何種類かあって、これがツヤなしシルバーってやつなんですけど、ここにストッパーがついてるんですよ。ここにストッパーがついてて、でこのストッパー開発したのが防塵マスクとかを開発している 3M という会社がここの樹脂を作ってるんですけども、でそこのまあこれ滑り止めのための樹脂なんですね。でこれ何がいいかっていうとですね、こういう例えばこうどっかご飯とか食べ行った時に、このテーブルとかの下に荷物置きなかったりするとこあるじゃないですか。でそういう時にね、これがあると引っ掛けられるっていう、まあそんだけなんですけど、でもねこれそんだけだけど結構便利で、でこうやって引っ掛けることが可能なんですね。こうするとあの荷物をこう地面に置かなくて済むんで、特に今ねちょっと衛生とか気にする方多いと思うんで、まあその地面に置かなくて済むと。でまあこれもこのまま普通に外して持って帰れるんで、これ僕結構リュックにそのまんまつけといたりするんですけど、まあ邪魔な時はっていうか、なんか手にこうやってつけといてもまあ嫌じゃないかなと、まあリングみたいな感じになるんで、これ結構便利なんですよ。であの耐荷重がだいたい15キロぐらいまでいけて、で1時間の耐荷重チェックを3600回だったかな、なんかやったテストがあるみたいなんですね。だからそんぐらいやっても平気っていうぐらい、かなり耐久性にも優れてるんで、まあ、こういうですね、これオービットギアのバッグなんですけど、こういうバッグのまあこの辺にですね、まあ、適当にこうやってくっつけといてもいいと思いますし、まあ、こういうスリングバッグですね、テック好きの人たち結構スリングバッグ多いと思うんで、スリングバッグもこうやってですね、こうテーブルのこの辺に置いておけるっていう良さがあります。15キロってだいたい普段の手荷物分ぐらいは十分あの賄える重さだと思います。まあめっちゃね普段から荷物多い人はちょっとわかんないんですけど、だこれあのリュックにあのそのまんまつけておいてもいいし、僕だいたいこのこれグレゴリーのアーバンアタックなんですけど、まあだいたいねこの辺につけたりすることが多いんですけど、まあこうやってね普通に持ってこのまんま引っ掛けておいても別にいいんですけど、まあこういうなんだろう、ただのテーブルにも引っ掛けられるっていうのがいいところだと思うんですよ。フックがあるところだったらこのリュックとかそのままこうポイって引っ掛けとけるんですけど、フックがないところに行った時にこういう感じで引っ掛けられたりとか、あとはその新幹線とか飛行機のこのテーブルのこの辺にもこれって引っ掛けられるんですよ。だからあれってフックないじゃないですか。だからああいうのの代わりにもなるっていう、ちょっと何気便利なガジェットっていう感じですね。はい。で、あの、一応概要欄にリンクを載っけておいてみますんで、まあ、もし興味がある方いたら、このクリッパ見てみてください。気持ちくすぐられるガジェットだと思います。ということで、今回はですね、すっげー簡単に説明したんですけど、あの、クリッパの紹介でした。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。Twitter や Instagram もやってますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。続けていくモチベーションになりますので、ぜひですね、コメントいただいたりとか、あと何か話を欲しい内容がありましたら、コメントお願いします。失礼します。